方です。じゃっす。よろしくお願いします。やっぱり意外とあれだよね。あれこれテンパ。そうですね、これもう。え、もうちっちゃい頃から。いや、小さい頃は短かったんですけど、ちょっと2年前ぐらいからちょっと髪伸ばして、あ、伸ばしてみて結構強いなって、はい、より分かったんだ。いけるなと。でもコンビニでしょ、はい、怖がられない他のお客さんとか。やっぱ常連さんとかはもう全然いいんですけど、やっぱ新しく来た人はやっぱ、えみたいな。あ、そうだよ、そうだ。ちなみにですね、うん、野々山さんは来年から店長になる可能性があるということなんですけれども、この怖さを少しでも和らげるために気配りにはものすごくこだわってらっしゃるそうですよ。いや、もう切ったらいいじゃん。気配りっていうのはどういうことに言ってるんですか。お釣りの渡し方がちょっと自信あるんですけど、うん、お釣りの渡し方、何よかったらちょっと、よろしいですか。いいよいいよ。小銭の渡し方なんですけど、あ、立っていいですか。あ、いいよいいよ。え、普通の野々山くんが思うあんま良くないなって思う渡し方はどんな渡し方だ。ルペクさんじゃないですね。あ、だいたいこんな感じだよね。まあそうね。それが野々山くんだとどうなる。何のことある。ルペクさんじゃないのかしいですね。優しく下にこう手も添えつつ、あ、でも俺今すごい初めて知ったのは、半分にして手と手がくっつくの嫌がる人いるじゃない。やっぱそうですね。深く持つとくっついちゃうから半分に持ってこうやってで倒すんだね、これ。はい、そうです。ちょっとお前ももらってみ、それ。全然違うわ。普通のやつは普通のやつでしょ。じゃあ普通の感じのやつですね。まあまあ、こんなもんだよね。こんなもんだな。はい、野々山オリジナルは。いや、ルペさんじゃないのかしらね。お自信持って。あの、ちょっといいでしょ。